これ捨てちゃってませんか？ウィッグの保管方法。ウィッグ購入後、箱を開けると薄い黒いネットのようなものに覆われて、中からは紙を丸めたものが出てきます。この紙とネットには大事な役割があることご存知ですか？ウィッグを箱にしまうとき、こんな風に入れてしまってないですか？これは NG です。箱にしまうときは、この紙とネットを必ず使ってください。まずはブラッシングで整えます。次に紙をウィッグの内側に入れていきます。これで箱の中でウィッグの頭頂部が尖るのを防ぎます。最後にカバーネットをかぶせます。これでスタイルをキープし、静電気や絡まりを防止します。捨てないようにお願いします。スタンドでの保管でスタイルが長持ち。まずはブラッシング。ブラッシングで表面についたホコリを払い、絡まりを取っていきます。スタンドにかけます。形を整えてあげましょう。この一手間でスタイルの持ちが変わります。スタンドは通気性がいいので雑菌の繁殖を防ぎます。ウィッグを清潔に保つ必需品です。形を整えて完成です。